私立青葉中央高校の2年生岡崎直樹。この少年が今回の危険人物です。世田谷区で動物殺傷事件が相次いで起きています。今回子猫を持ち去る防犯カメラ映像から犯人は岡崎直樹ではないかと疑いが浮上しました。所轄の捜査員が自宅に赴きましたが本人は自分じゃ分かんないだろうけど好きな人の幸せくらい願ってもいいだろう。頭の中で的に重ね合わせて想像するだけでいい。憎んでる相手の顔は誰を思い描いた。優しいな。はどこがだよ。臆病の間違いだろ。いやお前は優しい。自分じゃ分かんないだろう。誰かを殺したいと思ってもその人たちのことを思えば行動に精度がかかります。孤独は人を追い詰めますから。それは一種の精神的虐待と言えるかもしれない。それであつか動物殺傷というはけ口に走った。誰を思い描いた。そうですね、親ですかね。世間的には彼は教育を司る文科省長官の息子。好きだったんです。